ダンブンシコリは日本で活動する中国出身のタレント。スカイコーポレーション所属。来日前は中国でナレーターやアナウンサーをしていた。身長160センチメートル。血液型 b 型天津師範大学卒業後、中国の天津電子大の所属タレントして、主に司会やナレーションを行う。2009年5月来日。 2011年4月より NHK テレビで中国語にレギュラー出演。留学生として、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコースに在学し、2014年3月に卒業。2011年10月、東京国際映画祭、東京中国映画週間の司会を担当。2012年から2年間にわたって中国。 語コミュニケーション能力検定のイメージキャラクターを担当。2012年11月から2013年8月まで、Wenu Chinese Academy で中国語講座の講師を務める。中国語 E ラーニング教材、超速中国語プラスにも講師として出演。2012年8月から2014年7月まで、フェザンレーブに所属。2013年3月1日発売の イメージ DVD において、メイドブック、セーラー服などのコスプレや、水着姿を初披露した。2013年5月2日、放送、吉田てるみとべ、サルバドールの中継コーナー、飛び出せ。小猿で、番組内での愛称が、ブーリンと決定された。2013年5月5日、公式ブログを開始。2014年2月、映画、 トレインヒーローの宣伝大使に就任。2014年12月31日公式ブログを終始。あの人は誰だテレビ、中国語講座で話題の段文、しこりさん。2012年11月9日閲覧。東京の中国映画週刊2012年11月9日閲覧。テック公式サイト、中国語コミュニケーション能力検定。 2012年11月9日閲覧。超速中国語プラス。2013年3月26日閲覧。フェザンレーブ HP ニュース、吉田テルミトベ。サルバドール第24回5月2日ブログ、スタート。松本清 TV、CM、ストーリーリップグロス編 BE、沖縄2015ハット NHK ワールドラジオジャパン、明日。 かわいい次元爆弾フェイスブック第10回大阪アジアン映画祭映画バカドロンツイッター新人監督映画祭予告編短編映画隣り合いハットチームもしもし3年前の君へ断文しこりが迫る謝罪半導体ペン断文しこりが迫るビルファシリティペンありがとうございます